ックでメダルを逃したのは全日本女子なんですね。中田久美新監督のもと、グラチャンでクイーンの座につくためのその鍵とは。今年5月、新しいチームが始動。これはね、国家プロジェクトなんです。だからみんなが思っている以上に、みんなに対する注目はすごい。私がみんなを必要とした。みんながだったらやってくれると思って今日来てもらいました。2020年東京オリンピックへ向け、新生全日本女子が誕生。監督は36年ぶりの女性監督、中田久美。中田は史上最年少の15歳で全日本入り。天才セッターとして活躍し、ロサンゼルスオリンピックでは銅メダルを獲得した。その中田監督がまず行ったのは1ヶ月半に及ぶ合宿。練習の途中、監督の檄が飛んだ。厳しい言葉を受けて選手は、久美さんの本気っていうのが、本気っていうのを私たちが託されただなって思います。中田監督が取り組む世界で勝つための課題とは。日本がこれから世界と戦っていく上で、高さとパワーでは限界が多分あると思うんですね。サーブの強化を中心に、強化していこうかなというふうには思ってますので。去年のリオオリンピック、日本のサーブは強豪ブラジルを崩すことができず、簡単に拾われ思うままの攻撃を許しストレート負け。中田監督が掲げた課題はサーブの向上。その秘策がある練習に隠されていた。ネットの40センチほど上にゴムが貼られている。選手たちはその間を狙いサーブを打っていた。ネットすれすれにサーブを打つことで、相手がボールの変化に対応しづらくなり、レシーブミスを起こしやすくなる。そして今月16日、中田大成初の大会となったワールドグランプリ、相手はリオで敗れたブラジル。練習の成果は、サーブはネットのわずか上を通過、相手の反応を遅らせサービスエースを奪った。さらにブラジルをサーブで崩し得点を奪った日本。強豪ブラジルから6年ぶりの勝利。サーブの借りをサーブで返した。前後左右に揺さぶるサーブっていうのを、全員で取り組んでいるので、いい展開ができているのかなと思います。成長している実感はありますか？まだそこまで言ってないですけど、そういう中でもやっぱり結果が残せることはチームにとって一番大きな収穫だと思います。新国立競技場の建設作業員が稼働